エリック・ペベナージは、ベルギーの画家で、パリ、ニューヨーク、ベルリン、デュッセンドルフ、アムステルダム、ロンドン、ブリュッセル、アントワープなどで作品を展示したことがある。沈黙のギャップ、エーリック・ペバーナギー、石油と金属のキャンバスに、エリック・ペベナージは、ラテン文化とゲルマン文化が溶け合うユニークなブリュッセルの環境で、表現主義画家の父ルイ・ペベナージの息子、弟子として育った。 マネケンピスカの有名な、小弁小像のブロンズ像のすぐそばにあるブリュッセル、アテネウムに数年間通ううちに、ペベナージは、ミシェルド・ゲルドロードの描き出す、鮮やかで、超現実的な世界へと引き込まれていった。後に、アングロサクソン民族、ゲルマン民族の文化遺産について勉強したペベナージは、1961年、ブリュッセル自由大学で、ゲルマン語学習志号を取得し、 その後世界中を旅し、英国のケンブリッジ大学で大学院課程を収め、オランダのエラスムス大学に教授として就任した。以前からコミュニケーションと国際関係に深い興味を持っていたペベナージは、1973年に社会的、文化的活動の場として、リクリエイティブインターナショナルセンターを創設し、活動推進のためにブリュッセル港よりボートを2隻購入した。 これらのボートは、リックスリバーボート、リックスアートボートと呼ばれ、親しまれるようになった。こうして、ペベナージの活動は、クロードル・ルーシュ、アトム・エゴヤン、ロイ・リキテンスタイン、ヒューゴ・クラウスなど、興味深い人物たちとの出会いのきっかけを、次々と作っていった。後に、ペベナージは、イタリアのアカデミア・インテルナツヨナーレ・デル・ベルバーノ・ディ、レッテーレ、アルティ、シエンツェの会員。 アカデミー会員になった。エリック・ペベナージ。エリック・ペベナージの作品の特徴は、造形的かつ分類的であること。言葉、タイトル、文章、スケッチなども含めて、ペベナージの作品には目に訴える展開と、明瞭さがある。一方、異なる、様々な流れを組みつつ最頂点に達したペベナージの作品には、実際、分類しがたいクオリティがあり。 そこには秘められたメッセージがあるようで、また内容でもあり、その神秘性は平凡な日常生活の隅々からごくたわいないもの、そして日常生活を通して見る世界を土台としながら、作品の主題となって繰り返し表現されている。ベベナージの作品では、誰もが持っているような身近な思い出がしばしば描かれており、各作品のテーマを風変わりな設定に盛り込むアプローチは、 ペベナージ独特のものである。ペベナージの作品は比喩性と抽象性を共に妥協させることで、喜怒哀楽や思想を巧みに表現している。ありがとうございます。